松本文録は日本の医師、社会医療法人財団天心堂会長、日本病院会理事、地域医療研究会代表世話人、大分県病院協会副会長、労働者住民医療機関連絡会議議長、1942年、大分市中戸次の開業医の家に生まれる、九州大学医学部入学後、1968年6月2日の、 アメリカ軍、ファントムジェット機が、旧大工学部校内に墜落し、騒然とした中で、医学部学生自治会の委員長となり、8ヶ月にわたるストライキを観行。大学闘争の折、インターン制度反対、無給医制度反対の立場を取っていたので、卒業後の研修は大学に入局せず、1971年より、小児科医として、市中病院で研修、勤務。 その間、先天性疾患とみなされていた、筋短縮症と未熟児網膜症の医療被害運動に関わり、いずれもが薬害、医療被害であることを自主検診医師団と共に証明。1976年に日本小児科学会にその予防策を提言させた。1980年に父親の築いた地域の医療を継承。 発展させるべく距離の大分市に、天津堂へ、次病院を創設。その後、サテライト診療所や、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、在宅総合ケアセンター、発達障害事例サービス、乳幼児健康支援デイサービスセンターなどを新しく、開設し、保険医療、福祉の統合された、広い意味での地域包括医療、ケアを展開し、地域包括医療、 ケアのモデルを大分県内で達成した。30年以上にわたり総合診療医として地域医療の現場に携わっている。1990年代に入り、脳死を前提とした臓器移植が社会問題化する中で他人の死を期待する医療を日本に導入すべきでないと、現衆議院議員の安倍智子氏と脳死、臓器移植を考える委員会を結成し、 反対運動を展開した。1997年7月に成立した臓器移植法は世界で最も厳しい臓器移植法と言われた。2007年には命が一番をキャッチフレーズに第21回参議院議員選挙の大分県選挙区に無所属で出馬したが落選。2008年より社会医療法人財団天心堂理事長。2013年より 同会長。2011年以後、半核、半原発運動に関わっている。2007年7月29日に実施された第21回参議院、議員通常選挙において、大分県選挙区に無所属で出馬。同選挙区では、過去2回、大分方式と呼ばれる、社民党と民主党の候補が、交互に出馬する選挙協力を行っており、この参院選は、 社民党の順番に当たっていた。しかし、民主党大分県連が独自候補である、矢野大和の擁立に動いたことから乱戦となり、比例区に転出予定であった現職の後藤広子も、本選挙区に出馬。その結果、野党3候補の総得票数は自由民主党候補、磯崎洋介の得票数を大きく上回っていた。ものの、友倒れとなって、磯崎が当選した。 松本は当選者の約5万秒差の14万287票を獲得し、票数では立候補者5名中3くらいの得票数であった。ありがとうございます。